今日の水はこんなもんか。こぼすんじゃねえぞ。なあ、たくみ、二人で共同で86買わねえか？二人のバイト代合わせればローン払えるだろ？なんでそこまで無理して車欲しいんだよ。やだよ俺、五木んちだって車ぐらいあるだろうが。それ借りれば。分かってねえな。峠に行って楽しい車じゃなきゃ車の意味がねえだろ。何すんだよ峠に行って。決まってんだろ、攻めるんだよコーナーを。楽しいんかそんなことして。はぁ、楽しいに決まってんじゃん。やったことねえけど、男のくせに峠を攻めてみたいと思わねえのかよ。俺もう飽きてるんだよな、そういうの。なんだよそれ、どういう意味だよ。お互い先月免許取ったばっかしだろ。ありがとうございました。なあ匠、さっきの話の続きだけどさ、買おうぜ86。ほう、お前ら86狙ってんのか。いい趣味してるぞ。でしょでしょ、池谷先輩もそう思いますよね。86買ったら先輩のチームに入れてもらえます。ずっと憧れてたんですよ俺、秋名スピードスターズに。俺実はよく知らねえんだよ86って。86は昔のトヨタの車だよ。無理もねえかな。モデルチェンジして急にが出たのが、お前らがまだ小学校の低学年ぐらいの頃だもんな。そんな古いのか。あんまりイメージが良くねえな。うちにも商売で使ってる古いトヨタの車があるから。そんなのと一緒にすんなよ。古くたって86だけは別だよ。Thank you.
上の走り屋たちの走りを見に行くことになった匠と樹。初めて走り屋の車に乗り、ずいぶん走り込んだな。俺もガスねえや。何時だ今？もうすぐ4時ですよ。よっしゃ、ぼちぼち引き上げだ。本気で飛ばすとついてこれないだ。まだまだだな、あいつらも。1台来た。どっちだ？違う、うちのチームの熊じゃない。何者だ？暗くて車種までは分かんないな。 MR2 か、180。でかい車じゃなさそうだ。上等じゃねえか。コーナー2個も抜けりゃバックミラーから消してみせるぜ。遠慮はしねえぜ。二度とバックミラーに映ることはねえ。
お前か。最近いろんな峠に出没してる GTR っての。いろは坂に来たってことか。エンペラーとバトルしに来たわけ。政治。剣の王者はランゲームだ。クソだな、邪魔なんだよ。何ムカついて仕方ねえぞ。どうした、そんなもんか。このまま敗戦時の全開バジでかましてやる。バックミラーが消してやるぞ。車の性能じゃなく、ドラテクで装置だ。生きろうと思うから焦るな。全開で回る。車の性能じゃなくドラテクで差をつけ。話にならねえよ。でかいミスでもしない限り、このバトルで勝った。レベル低いね、こんなエリアの。話にならねえ。レベル低いね、こんなエリアの。レベル低いぜ。おい、そこの GTR。
ついている R のパッチは腐敗神話の R だ。この R についてこれるか。やろう。奥が深いぜ。ニュースになっていられるのも今のうちだけだぞ。最強のマシンは行動でも最強だぜ。すごいマシンだぜこいつは。サーキットで最強のマシンは行動でも最強だぜ。